カモジグサは、稲科の雑草で、道端でごく普通に見られる。大きめのコボをつけた、細い穂が垂れ、またコボに長いのぎが出るのが目立つ。カモジグサオサダは、稲香エゾムギ族の多年草で、日本では道端にごく普通に生えている雑草である。初夏に穂が出て、穂には、柄のないコボが並ぶこと、穂がやや扁平で細長く、よく発達したのぎが上に向いて伸びていることが目安に、 なるただし、金獅子は多い。茎は、基部でやや横に張って、株立ちとなり、立ち上がって40から100センチメートルになる。葉は、茎の節から出て、長さ20から30センチメートル、幅5から10ミリメートル、緑色で、艶はない。花器は5から7月、ほは、茎の先端から伸びて立ち上がり、先端は弓形に垂れる。水上過剰で、 茎に沿ってやや間をあけて、殻のないコボをつける。コボは軸に沿うように上向きになり、長さは15から25ミリメートル、多少平坦なくらいで細長く、5から10の小花を含む。色は、緑色でこうを吹いたように白く、部分的に紫を帯びるのが普通。森への先端から伸びる棒は、長さ1.5から3センチメートルになり、多くは紫を帯びる。 棒は、穂の先端方向へ、すんなりと伸びて、乾燥しても反り返らない。穂の拡大この類の小棒は、多数の小花を含む小棒の典型に近く、基部に2枚の方へ、あとは左右交互に森へと宇宙への組が並ぶ形である。乾いた草地に普通で、露棒でよく見かける。日本では、北海道から琉球列島まで広く見られる。 国外では朝鮮から中国まで見られる。同族には他にも数種が見られるが、特に一家の種は、ほぼ同様の環境で、同じように普通に見られる。このような多数の花を含むコボを、柄のない水上果樹につけるものとしては、毒無義族のものもあり、複数種が雑草として、普通種であるが、より、コボが幅広くて扁平で、棒はそれほど発達しない。ありがとうございます。